皆さん、こんにちは。草野美希です。宮崎哲郎です。オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは t a c 2 0と新世代メディア企業について話していきたいと思います。はい。今回のテーマは結構難しそうな気がしたんですけど、はい、どうですか <laughs> ちょっとそうかもしれないですね。<laughs> ちょっとネ,ネタが足りてなかったかもしれないです、ね <laughs> あ。いやいやいや、メディア、でもメディア関係すごい私個人的には好きなので、ちょっとどんな話なんだろうっていうのは気になります。うそうですね、今日に関してはその、検索、検索領域についてのお話をしたいっていうところで、まあ、そこに。 その TAC って関連していて、まあ、もちろんメディア企業は検索から結構流入しているので、えー、なんで、まあ、そこについて話していきたいと思うんですけどあの結局検索ってすすごいい重要なな領域じゃないですかもうすべてですよね。ほ <laughs> 本当にそうでいや草野さんが本当に言う通りでなんかそうそう今のインターネットの構図自体がそのなんか検索ありきのものじゃないですか。はい うん、でそれでも本当に Google が成長すると同時になんかそう本当にそうなってきたと思うんですけどなんかそ,そもそもなんか情報を探す,探すの探し方だけではなくて物の,あの,もの,のなんか EC 領域とかもすごい検索ベースで今の体験って日本とかアメリカとか。 で作られている中でやっぱりなんか検索を用意したマインドセットを我々が持っているのかなと思っているんですよねインターネット上ですとだからこそ,その検索領域ってすごい重要だなと思っていますし、まあ、過去ですと我々の方で Google がまあどういう風うにその検索エンジン、まあ、彼らの 検索エンジンが、まあ、どういう優,勢優位性を持っていて、まあ、どういう戦略を持っているのか、えー、っていうところを話したことあると思うんですけど、それが確かエピソード126、うん、だったんですけど、そこで具体的にそこでどういうふうな戦略を持ってたかっていう、はい、あのを知りたい方はそこで聞いてもらったらいいんですけど、今日に関してはその検索の今後についていろいろ話していきたいなと思っていて。でなぜ 今このタイミングで話したいかと言いますと、なんかようやくちょっとずつ穴が、穴っていうか、まあ、ななんかちょっとグーグルの鉄壁のなグーグルが崩れ始めてるんじゃないかと。お<ー>なんで、なんか大きなチャンスが訪れる可能性が出てきてますと。ついに <次>山がが動く時が来るんで可能性可能性ですよ。<えー S 2> もちろん <laughs> あのまだ分かんないですけどなんかまあなんで今日に関してはちょっと最初はその検索領域の細分化えの始まりが起きてるんじゃないかっていう話からえあとまあ Google の戦略シフトえっていうところとまあ AI 検索のえっと今後の今後について話していてでまあ 今回のエピソードの最後の方では、そのメディア企業がどう反応するかっていうところに,話ところについて話していくんですけど、えっと、まあ、いつも通りオフトビックなので、あの、2パートでやるんですけど、えっと、来週に関しては、えー、もう少し Google の AI 検索市場に関する課題、えー、ま、Google が勝てない 勝てない可能性があるとするとどういうところにあるんだっていうところを話して、うん、まあその AI 検索エンジンの今後について来週話すっていうところなのでまあ今日はもう少しそ今今現在の話、えー、まあいわゆる Google がどう動いてるかっていうところとまああとはメディア企業の少し、えー、未来的な話をしていきたいなと思ってます、えー、まずまあその検索領域の細分化っていう、えー、ところではあるんですけどあのまあ最近結構いろんな 新しい AI 検索エンジンの、まあ、プロダクトが出始めてますと。多分、一番有名なところでいきますと、パープレクシティっていう、えー、会社なんですけど、はい、あのなんか、まあ、そういう商品がいっぱい出てきてるからこそその細分化しているんじゃないかっていう人も、えー、いるんですけどあの、で、まあ、そこも一理あると思ってまして、あのまあ、そもそもあの新しいその まあ全く違うインターフェースとかプロダクトとか出てきているわけなので、そこに対してあの評価はされているので、パープレクシティも売り上げが正直そこまでないんですけど、1ビリオンぐらいの時価総額を抱えてたりしてますし、オープン AI もそもそも Google と対抗するような AI 検索エンジンを出すみたいな話があったりするので、噂ベースですけど。 プレックスはどうえっとこ、ここに関してちょっと来週、もう少し詳しくは話すんですけど、あまあ、彼らの、はい、そもそも、その、単純にそのテキストを入れて、そこに対して、なんか、リンクをいっぱい出すのではなくて、どういうふうにいい回答を出すのかえっていうのをすごい考えてる人たちではあるっていうところですね。なるほど。なんで、まあ、そういうプレイヤーが新しく出てきてるからこそ、グーグルがなんかシェアを失うんじゃないかっていう話もあったりするんですけど、個人的にはそこ、 そこはまあ一部の理由でしかないと思ってまして、より大きな理由でいきますと、彼らがそもそもその今まで作り上げてきたそのディストリビューションの優位性っていうのが、えー、ちょっとずつ切られるんじゃないかと、まあ、いわゆる過去の,あの Google に関するエピソードで話したと思うんですけど、彼らっていろんな、まあ、いわゆる Chrome とか。 アンドロイドとかいろいろ持ったりして、あとそのモジ l ラとか、あとアップルにお金を払ってでもあのデ,ファルデフォルトの検索エンジンのステータスを取りに行ってたんですけど、そこが結構、まあ、独占禁止法の,あの裁判とかで、えー、外れる可能性が出てきてますと。本当にそうなんですか、独占禁止法。えっと、えー、まあ徐々にですけど、すぐにそうなるとは限らないんですけど、明らかに警戒されてますと。そそ EU ではすでにその動きはあるので、うーん。なんで、まああの、あとはまあ時間の問題かなと思ってます。えー、なんで、今までですと、Google って、何回かこの、この、その、まあ、彼らの 1, 1位のポジションが、ちょっと危機的な立ち位置にあ,のあった時期って、2回ほどあったんですよ。うん,うん。だから、多分、過去ですと、なんか、プライバシーフォーカスなブラウザーが、多分、いっぱい出てきたタイミング。 ダックダック GO とかがブレイブとかそういうものが出てきたタイミングでちょっと大丈夫なのかっていう話があったんですけど、うんまあ、け結果そこを勝ち抜いてであ,とあともう一つは多分そのもう少し前だと思うんですけど Yelp とか TripAdvisor とかもう,もう少しバーチカル型の検索エンジンが出てきた時も、うんまあ、そこも結局 Google には勝てなかったのでなんでまあ Google に対してグーグルはまあ今回も勝つんじゃないかと、えー、言ってもおかしくないと思うんですけど、まあ、いろいろマクロ要因含めて、えーまあ、ち,ょちょっと危ないタイミングかなっていうふうに思いますねなんか今までずっとなんかグーグル使ってたから、まあ、確かにめっちゃ使いやすいしいいサービスなんですけどなんか自分で好んで使ってたような気がしてたけどその <laughs> デフォルトにするためにお金払ってたんだみたいな、<laughs> ちょっとそれ、なんか消費者的にはちょっとびっくりですよね。いいサービスなんですけど、ね、もちろんそ、ね。そうですね。あのもちろん、なんか今の検索エンジンの中では、やっぱりすごいすぐれた結果とか出してくるとは思うんですけど、うんはい、やっぱりなんか、あアップルそうだったんだとか <laughs>、いろんなところで思っちゃいますよね。それこそ前回の Google のエピソードでも話したと思うんですけど、TikTok もかなりやっぱり、その、 あの検索の方に力を入れてるじゃないですか。うん、最近ですと、あのそのクリエイターにあの支払うファンドがあるじゃないですか。ティックトックって。はい。クリエタータの,の,の。あ、そうですね。あのそこの支払い額をなんか検索検索に検索に合う動画を出してるかどうかによって支払い額はちょっと変えたりするんですよ。ふーん なんか、いくつか要素があるらしいんですけど、その支払額を変えるための要素が。で、その中で最近 TikTok があの新しく導入したのが、検索バリューっていう要素を入れてきたんですよ。クリエイター、やっぱクリエイターファーストってアルゴリズムファーストの。<laughs> そうですよね。<laughs> かし、賢いですね、でも確かに。なんで、なんか、まあ、いろいろ TikTok 内でそのクリエイターが今、どういう検索キーワードがなんか、 流行ってるのかってててるるののかいいううを全部,全部調べられるようにしていてうでそれに合わせて動画を作るとあのより支払いをもらえると <laughs> あ。でもなんかまあクリエイターからしたら何を求めてるかっていうのがめっちゃ分かりやすくてうそうですね作りやすいっちゃ作りやすいうん。まあなんか <laughs> そうですよねあのア,ルアルゴリズムベースになってるのは確かになっていうのは思いますね。<laughs> なんか本当にその,クリエそのクリエイターがいる必要があんまりないっていうか本当に。<laughs> あれなんていうか、いい意味で、いい意味でというか、本当にプラットフォームが本当に強いですよねうん、うん。どのクリエイターが抜けたとしても成立するようになってるから、すごく強いし、なんか、最近漫画とかも見る、なんか、フォーカスしてますよね。ええー、あ、そうなんですね。なんか漫画もそこで、あの、横スクロールの写真とかありますけど、そこの、そこ上で漫画見れたりみたいな風になってて、あ<ー>まあ、何でもできると <laughs> 本当にそうですよね。<laughs> 本当にすごいです。いや、でも、 実際に、なんかア、アドビのアンケートとか、まあ、今年の初めに出てたものですけど、あの、なんか5人に、5人、アメ,アメリカ人の中で5人に2人が、なんか、TikTok を検索エンジンとして使ったことあるみたいな、えー、話もありますし、で、なんか世代ごとにどんどん割合が増えて、えー、いくんですけど、なんかベビーブーマーですと14%。 X 世代ですと29%、ミレニアル世代ですと49%、Z 世代ですと64%みたいな、うんえー、ところもありますし、あと、Z、まあ、これはまだ少ない数字ではあるんですけど、Z 世代の中で、えーまあ、10人に1人が Google よりも TikTok の方があの検索エンジンとして信頼してる。なんかそんなスタッツもあるので、まあ、もちろんまだ少ないので 10, あの10人に1人っていうのは。ただ、個人的に なんかこれ、グーグルと比較するべきなのか、YouTube と比較するべきなのかっていうのは若干あるんですけど。ああ確かに。どっちの方が上だと。宮崎さん的にはどっち信用してますかその、えっと、YouTube か TikTok っていうことですか。はい。まあでも YouTube じゃないですか。おお<ー>やっぱり、なんとなくですけど。っていう、まあな、なんとなくな、あの、別にエビデンス全くないですけど。感覚、<laughs> <の>感覚の話ですもんね。うん、はい。っていうのもあるので、まあでもなんかその中で、 面白かったのが、その十一のその z. 世代は、えっとチャット G. P. T. を使って検索してるらしいので。チャット G. P. T. 上で検索してるて。はい。ああ<ー>、なでやっぱりそこの割合もどんどん増えてくるのかなっていうふうに思いましたね。うーん、それ、なんかもう勉強 <laughs>。いろいろチートができそう。<laughs> そうですよね。なんかさい最近、またちょっと違う話ですけど、聞いてたのが。 なんか、あの、もう学校でそのエッセイのファーストドラフトを、まあ、もう AI でやる前提でも動かないといけないんじゃないかみたいな。ああなるほど。そのせ先生側が。ああ難しい。難しいですね。すよね本当に。本当に本当に今までとちょっと違いますよね。まあ、インターネットが出てきた時もそも、まあうん、そういう感じだったかもしれないんですけど。 その活用できるスキルセットっていうのも評価されるべきだとは思うんですけどんす、ね、なんかその自分の力でっていうなんていうか前提のもとそれだったらちょっと難しいですね。<laughs> そうですね。<laughs> うんまあ、何、何、どうなんだろうな難しいな。答えはないと思ってここに関しては。でもなんかその中でやっぱりその検索の領域が変わってる中で Google 側もなんか多分検索 に関する戦略をちょっととと変えてこないといけないいいけ思うんですよでそこでこの,、はい、の TAC っていう言葉が出てくるんですけど TAC って何かと言いますと、えー、トラフィックアクイジションコストーん、まあ、トラフィック獲得コストっていう多分あの日本語だと言うと思うんですけどあのこれ実際彼らの決算発表行くと TAC っていうあの 項目があるんで、すよでそこでなんか額が出てるんですけど、これはすごい簡単に言うと、まあ、Google 以外にもこの,この数字出し,出してる企業とかもいるんですけど、基本的にアドテック系の会社がその売り上げをあの作るためのコスト、いわゆる、まあ、トラフィックを獲得するためのコストなんですよね。うん結局、広告って大体人が入ってこないと広告売り上げって成り立たないケースが多いので、いわゆるページビュー的な。 もののを稼ぐための、えっと、追加コストプロダクトに使ってもらうためのみたいなことえっと、なんでまあ、Google で言うと、すごい簡単な、えー、言い方でいきますと、えっと、えー、モジュラのデフォルト検索エンジンになるためのコストは TAC のコストに、はい、入ります。うんまあ、いわゆるモジ,ュラ,にモジュラのデフ,ォルト検あデフォルト検索エンジンになることによって、そこにトラフィックが来るので、 うんんそいわゆるそのトラフィックを買ってるんですよ。お金出して、Google は。あーじゃあで、それで売り上げを作ってるっていう。出す、さっきのお金としては B ってことです。えっと、B が、B が基本的に多いですね。へお。なんで、まあ、なんか、アウトブレインとかタブーラとかでは、えっと、この TSC っていう数字って結構普通に使われているんですけど、大、ま、手、あ、テック企業の中ですと、やっぱり Google が基本的に一番この数字を使ってまして、まあ、この、 いわゆる,、まあ、いわゆるその検索エンジンの広告売上げに対しての、えっと、コストではあるっていうところですね。うんなるほどです。なんで、まああのまあ、主に Google としてはそのデフォルト検索エンジンのステータスを取る獲得するためのコストとして見ていいと思うんですけど、あのこれがまあいわゆるそのエピソードオフトピックのエピソード126で話した無料以下のビジネスモデル。 いわゆる他社にお金払ってでも、デフォルト検索エンジンになるっていうのに完全に関わることで、まあ、o g l e ですと、その、で Chrome とか Android とか作るケースもあるんですけど、まあ、それだけでは足りないので、他社にお金を出していると思うんですけど、一番多分大きいのが Apple ですね。で、ここに関しては、えっと、まあ、なんか全体的な TAC の数字でいきますと、去年が50.9ビリオンですね。のお金を Google が出してますと。 多いですよねめちゃくちゃゃくごい。<laughs> なんでまあ普通に考えますとえっとな兆円以上ですよね。<laughs> <laughs> わ<ー> <laughs> そんなにそんなにいるんだそうですねでまあそのうちまあ半分以上はあのアップルなんじゃないかって言われてたりするのでうんでまあそれ以外にサムソン したりいろんな場所にあのお金出しているんですけど、彼らの広告売上げの、Google の広告売上げの大体20%ちょっと21、21%ちょっと,えのえっとまあを占めているえっていうところですし、あ,あとまあこれって結構 Google とアメリカ政府の裁判でいろいろ出てきた数字ではあったり、一部は決算,算発表の数字だったりするんですけど、お金、その TAC っていうものを はえっと、なんかアップフロントに渡してるケースもあれば、グーグルとしては、一部はレベシェアで出してるケース、まあ、おそらくそっちの方が多いんですよ。広告の。うん、なんで、例えばですけど、アップルの場合ですと、グーグルがアップルの,あの iPhone とかあの iPad のデフォルト検索エンジンになりますと。で、そこで検索し、えー、検索かけた人たちに対して広告を表示しますと。あのもうまあ、普通のグーグルのサービスでそうですね。はい でそこでまあクリックしたときに広告売り上げが発生しますと。でその広告売り上げをアップルのデバイス経由で行ったのでアップルに一部支払いますと。うんで、そのレベシェアの割合があの間違って裁判中にリークしちゃったんですよ。 <laughs> 誰のおっちょこちょいですか <laughs> えっとこれはえっ、ー、とえっ、ー、と誰<の>これグーグル側の、えーと証,証,えー、と証言者ですねああ<ー>エコノミストがたぶん証言してたんですけど彼が間違ってあの,あの公開されてる場で言っちゃったんですよ <laughs> でその時のグーグルの弁護士の顔見たかったですよね <laughs> <laughs> やでもまあ公開されちゃったんでこっちでも言いますけど <laughs> はいあの,あの36%ですと36%どっちですかえっと <Apple? S 1> Google の広告売上げの、まあ、いわゆる Apple デバイスの広告売上げの36%を Apple に支払ってますと結構の額ですよね <laughs> 結構ですね、はい、でもなんかそでおそらく Google がこれを 公開したたくななかっっ理理由って理由ていろんんがあるんですけど一部は、それによって、なんとなく、Google が Apple デバイスからいくら売り上げを出してるかっていうのが分かるんですよ。で、一応、まあ、ベースでいきますと、Google は毎年 Apple に18ビリオンから20ビリオンぐらい USD 支払ってるんですよ。 いや。すごい枠ですよね。いや、そんなに、やっぱ世の中、ディストリプションなんですね。ちょっとショックだな。いや、なんか。3兆円ですからね結。結局は、そっかっていう。結局、金で解決してるっていう。いやー、やっぱり、そうですね。みんなに広げるには、それぐらい。まあ、お金かかりますと。かかりますね。まあ、でも、この、 20ビリオン支払ってるっていうことは、それが36%のレベルシェア分なんですよ。うん、っていうことは、Google は Apple デバイスからおそらくなんですけど、毎年55ビリオンから60ビリオンぐらいの売り上げを作ってるんですよ。広告売り上げを。Apple からだけで。<ー>なんで、あの、Google の全、2023年の全体の売り上げって300ビリオンちょっとだったので。はい。なんで、本当に20%ぐらいなんですよ。<え> Apple は。 めちゃくちゃじゃあお互いにとって重要な <laughs> そうですよお互いにとってめちゃくちゃ重要ビジネスパートナー <laughs> うわあめっちゃ <laughs> そうなんですね <laughs> そうなんですよなんかそれはそれでなんかすごいあのまあいろんなすごい額がで出てるので, <laughs> です、ね、へえ<ー>まあなんでこの TAC っていう数字はやっぱりアメリカ政府は今すごい気にしていて、うん、あの まあ、だからこそ、グーグルが去年訴訟をあの受けてあの裁判し,してたんですけど、まあ、いわゆるデフォルト検索エンジンにこれだけお金かけるのはよくないんじゃないかと、まあ、いわゆるグーグルの,の商品が優位性が持ってるのではなくて、もう、 お,お金で解決して、まあ、競合を潰,し潰そうとしてるんじゃないかっていうのをアメリカ政府が主張してるっていうところですね。うん、その2社には入り込めないですよね。<laughs> そうですよね <laughs> 誰も。誰も3兆円払えないですからね。払えないですね。うん、<laughs> なんで、あのまあ、なんでこういう特典禁止法の,あの裁判とかが出る中で、グーグルは同時にその、まあ、このオープン AI とかあの AI の時代に入ってくる中で、 より AI セントリックな検索エンジンを、えーまあ、出さないといけないプレッシャーを感じてますと。で、その中で、どういうふうにこの TAC っていうものが変わってくるのかっていうのをまず考えたいなと思っていて、うん、なんかい,、まあ、いわゆるそのアメリカ政府がこれだけ注目している中で、さらになんかそこを深めるとか、お金もっと出すことってしにくいじゃないですか。 なんで、そうすると違う形で、そのデフォルト検索エンジンじゃないですけど、なんか似たようなあのステータスイン、いわゆるマーケットシェアを保つための、あの、ことをやらないといけないんですけど、それが、えっと、ま、これソーシャルキャピタルのチャマスさんが話してたことなんですけど、この TAC2.0 の時代が来るんじゃないかとお。おタイトルの。はい。まさにそうですね。で、この TAC っていうのが、もともとはトラフィックアクイジションコスト。 だったんですけど、はい、それがトレーニングアクイューションコストに変わるんじゃないかと。で、この TAC1.0 っていうのは今までさ,さっき目の話したように Google がまあ自社のバランシート、まあ、いわゆる資金を使ってあの何千億円、まあ、場によって何兆円使ってその検索のディストリビューションを勝ち、えー、取りに行ったと。<laughs> でもこの次の AI 検索エンジンの時代ですとあのそ,こそこをディストリビューションを勝ち取る 以前にそのいいプロダクトいい検索エンジンを作るためのコストがかかるんじゃないかとまあいわゆるその独自データを獲得しにいか,、うん、いかないといけないんじゃないかとそこに対してお金を大,大量にあの Google が出すんじゃないかとだからそのトレーニングアクリジションデータとまあいわゆるまた TAC なんですけど TAC2.0 ですねなるほどでこれこれは 場合によって Google にとってももちろんなんか自社のプロダクトをあのより強くするためのものでもあるんですけどその相手先まあその提携先にとってもまあ追加の売り上げになるんじゃないかとアップルとかってことですよえっとでここが誰がその TAC2.0 の対象者になるかっていう話だと思うんですよでそこでアップルっていうよりもおそらくコンテンツ会社まあいわゆるその Google のモデルのトレーニングをしないといけないので、AI モデルの。はい、それって結局、例えばなんかニューヨーク・タイムズでしたりあ<ー>それ、いわゆるコンテンツを、はいえっと、学ばせないといけないので、AI に。うーんそ,そこのライセンス獲得をするんじゃないかと。で例えばなんですけど、これ実際もう Google ってすでに始めていて、まあ、この間、Redit が上場したと思うんですけど、 レディットって大体800 m i l l i ぐらいの広告売上げを出してたんですよ。で、それってまあ正直そこまで多くない額ではあるんですけど、うん、あのただ、その彼らの S1 ってその上場申請書に、えっと、追加でその、えー、合計、まあ、3年間にわたって200 m i l l ぐらいの,あの,あの AI データライセンス契約を結んでますと。え 誰と、えっと、でこれが、えっと、後々公開されてるんですけどグーグルと提携してるんですよへえでグーグルが年間60ミリオンぐらい支払っていてレディットにレディットに支払っていて<ー>でその代わりにレディットの、えっと、データを使ってグーグルの AI モデルのトレーニングに使いますとレディットユーザーもそれを還元する未来もくるってこと、えー、今のところはそれは出てないです う <laughs> ーん。Google のシステムに組み込まれるっていう。<laughs> はい。データを売っていると。 レディットがデータを売ってますと。ああ、なるほど。<laughs> はい、なるほど、まあここあの。草野さんが出したポイントは、めちゃくちゃあの <laughs> 楽しいポイントだと思っていて、<laughs> これも今後変わるかもしれないかなと思ってるんですけど、あ<ー>あの今のところは、レディットはそれをそのもらった60ミリオンを一部ユーザーに還元するっていう、えー、ことは、えっと、やろうとしてませんうん。それもよさそうですけどね。まあ、どそうですね でもなんかオープン a もこれをすでにやっていて、あの特になんか複数社のメディア企業と、えー、とこういうことってやってるんですけど、アソシエイトプレスって AP っていう,こう有名なあのメ,ディアメディアとかも。AP 通信そうですね、AP 通信、えー、と提携してたり、あとアクセルスプリンガーとも提携してますし、<ー>あとはなんかいろんなあのメディアにアプローチして、そこでなんかあのあのオファーしてるらしいんですけど、で、なんか最近アップルも同じことやってる。 ええって言われてまして、えっと、複数年契約をコンデナストとか NBC とか IAC とかに出していてなんか少なくともあの合計50ミリオンぐらいのなんか提携になるみたいな話噂が出てますとうん消費者的にはそのどういう価値を還元できるんですかえっと消費者としてはその例えばそのグーグル 例えばオープン a i がそのアクセル・スプリンガーと提携しているので、はいえっと、そこの事例を言いますとチャット GPT で何かのニュース系の,あの,あの質問をした時にアクセル・スプリンガーの記事を、まあ、いわゆるそこのソースを出してくれるっていうところですね。なるほど。うわーでもなんか全部の媒体全部検索してーって。 モラ的に検索してって思っっ思ちゃううんんででですすけどでもどもなんですかそれ全部一つの会社が持っちゃうと確かに独占だなって感じもちょっと、ね、しますけどでこ,ここもなんかいわゆる独占契約しているのかしてないのかっていうところはすごい重要になってくるかなと思いますし <laughs> う<ん>あ,のあとはなんかあの、まあ、例えばですけどグーグルがグーグルってめちゃくちゃお金持ってる会社ではあるのであの、はい、全ニュース企業と独占契約したら多分それはそれでたもうオープン A とか足 <laughs> 競合サービスが結構苦しむので,うんなんでそういう戦いになる可能性がありますとこの TAC2.0 の,の世界ですと。<ー>なんでまあなんかそういう、まあ、プラットフォーム側の話は一回置いてそのあの受ける側いわゆるそのあのアクセルスプリンガーとか、まあ、レディットとかそ,のあのそっち側ですと、まあ、もしくはその起業家 でなんか自分が新しいスタートアップを立ち上げて、うん、なんかユニークなデータを出して出し,出していればそれをうん、うん、まあより一つのそのマネタイ戦略としてメタとかオープン AI とかそのグーグルとかに売れるんじゃないかっていうところですね今後うどういうデータ売れそうですかうんまあでもクレリィットのデータいいですね <え>いいですよね。面白そう、うん、うん,なんか多分そこはすごいなんか議論されるポイントになるのかなと思ってまして、はい、なんかコンテンツの価値ってどれくらいあるんですかっていう話だと思うんですよ。うん、で特に古いコンテンツってどれくらい価値があるのかっていう。なるほど。個人的にやっぱりより新しいコンテンツの方が価値が出てくる可能性があると思っていて。新しいっていうのは新しく書かれ,書かれた 私書かれたっていうなんで個人的にレディットが60ミリオン支払いいいわゆるお金もらってるっていうところはか一部は過去データだと思うんですけどどちらかというと毎日彼らあたユーザーがどんどん新しいデータ作ってくれるところに対して評価されてるんじゃないかとうんしかもなんかコミュニケーションオープンなコミュニケーションですもんねそうなんですよそうなんですよ <laughs> しかもかある結構リアルタイム性があるものが多いっていうところで、うん、なんでそこが評価されてるんじゃないかなっていうところですね。で、なんか、かプラットフォン側としては、まあ、それこそ多分 Google とか OpenAI、えー、とかも今後や,や,やってくると思うんですけど、なんかこういう大型提携を今してる段階じゃないですか、そのアクセス s s ン r とか Redit とかと。でも 今後はより小さめのクリエイターとかそのメディア企業に対してなんかセルフサーブで自分のメディアのデータを提供する代わりに、まあ、なんか小さいですけどなんか一部の売り上げを出しますっていう、まあ、い一部お金を払いますっていう、うん、なんか自分で登録申請して登録してそれでお金をもらえるプラットフォームあ、まあ、もらえる機能を 作るんじゃないかなっていうふうに思いますね。なるほど。なんでまあ例えばですけど、あのオフトピックがえっとまあ Google ジェミナイのなんかサイトに行って、<laughs> うん、でそこでまあ我々のポッドキャストをあの全部あのあの一応データをあの出す出す出す代わりにまあちょっとだけ売り上げあのちょっとだけお金くださいっていうなんかまあそういう取り組みが、えー、できるのかなっていうふうに思っていて、うんうん、まあこれもなんか検索の1.0の時代と。 時代の全く同じようなことがあったと思うんですけどいろんなサイトが Google に対してうちらのこうちらのページの広告運用をしてくださいとどういう広告がディスプレイされるのか、はい、そ,そういう仕組みってあったと思うんですけどそれとなんか似たような仕組みがなんかあのこの TC2.0 の時代で起きる可能性があってわただやっぱりこのコンテンツの評価方法がすごい難しいと思うんですよ うん特に小さめのなんかコンテンツに関して、なんで、例えばオフトピックのデータに関して、そもそも週1でしか出してないですし、うんなんかそこまでコンテンツ量があるわけではないので、なんかそ,れそれに対して我々がその、わ、え、れ、ー、なんが毎月1ドルもらうべきなのか、100ドルもらうべきなのか、なんか 10, 10万ドルもらうべきなのか。 んかそこの計算方法ってどうやってやるのかなっていうのはすごい難しいと思いますうん確かにでも特定の深い情報はあるって考えたら価値はありそうだけどでもめちゃくちゃ属性が限られてるからまあ良くも悪くもって感じですそうなんですよね<か>で結果,結果これってその AI 検索モデルの,そのトレーニングデータでしかないのでうん,なんかこれがそのまま反映されるっていうよりも AI の,その検索エンジンのアウトプットって、まあ、いわゆるいろ,んないろんなデータを元に回答したりするわけなので、我々のデータがどれだけ参照され,されるかどうかみたいな計算をしないといけないんですよ、おそらく。ああ、その出現率みたいな、はい <laughs>。出現率でも、なんか100%出現,出現する可能性って低いと思うんですよ。よほどなんかオフトピックが何を言ったかって検索しない限りは。 うんなんか、例えば、なんか、Google の検索エンジンのこの TAC2.0 の解説をしてくださいって言ったときに、ちょ、ちょこっとだけ我々が引用されたりするかもしれないですよね。うん。じゃそれ、その出現率は、一応出現はしてるんですけど、割合として低いので、でそれを、それってどう、どうやって評価するのかっていう話じゃないですか。<laughs> やっと呼ばれたわ、つって。<laughs> ちょこっとだけ出てくるみたいな。<laughs> そうで宮崎さんがピョって。<laughs> ちょっとぴょって、ぴょって出てくる。<laughs> <laughs> 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 確かにまあしし難しいですねそれうんなんでそ,そこのなんかどれだけお金を出すべきかってプラットフォーム側としては多分まだまだ全然わからないタイミングなのかなっていうふうにはうあの思いますよね検索なんかウィキペディアの検索の上位にいる人たちとかクリエーターとかメディアとかは重要なのかもしれないなそうですね 検索うんなんでなんか個別,個別のサイトがどこまで需要,<ー>需要度を持つのかとかまあ個別のクリエイターがどこまで重要度を持つのかっていうのが多分一番評価しづらいものだと思うので本当になんかあのなんか、まあ、それこそ出現した割合になんかの割合に合わせてなんか支払いを受けるみたいな,なんかそういう感じになる可能性はあるかなとは 場合によってはそのクリ個,人個別のクリエイターとかに権限がない可能性が出てくるんですよ。それはそれでつらい。あのいわゆるその自分のデータを売れ,る売れるか売れないかっていう権限を。勝手に活用されてるかもそうなんですよ。<laughs> それ、まあ、こそレディットってそうじゃないですか。<laughs> そうですね。まあ、それ全部そうですねリ。オフトピックのリスナーの方のデータ、勝手に売られてる。<laughs> そうですね。それ考えたらさ、うん。なんで、なんか、もしかしたら、まあ、なんか、特に大型のクリエイターとかに関しては、より、なんか、プラットフォームを使わなくなる人たちも増えてくる可能性があったり。 なんかより自分のデータを、まあ多分オプトイン型にできると思うあ、いわゆるオプトアウト型にできると思うので、その自分のデータをその使う、使わない、あのあのいわゆる売れる、売れないかっていう対象にするのに。なんで、なんかそこも、多分なんかよりオプトアウトして、まあ、自分のデータをプライベート化するみたいな動きって出てくるかなと思うので、まあ、そこに対しても、なんかどういうふうな形でプラットフォーム側が対応するのかとか、あの まあ、なんかそ,そこをやる意味がクリエイターとしてあるのかとか、とかなんかそこら辺はまだまだ多分議論されるポイントかなというふうに思いますね。なんでまあ、あとはやっぱりこの TC1.0 と2.0の大きな違いで、まあ e. 1.0は,はそのデフォルトステータスの、えっと、獲得のためだったので、なんかいわゆるトラフィックがギャランティーされるじゃないですか。いわゆるその Apple の iPhone のデフォルト検索エンジンになりましたと。 あそうするともう,もうまあほぼ確実的に流入が入ってくるわけじゃないですか、うん、はいなんでほぼ確実的に売り上げになるんですようんでも例えばニューヨーク・タイムズと提携し,し,し,たしたとしても必ず売り上げにつながらないんですようん別にそれでそれで流入流入元を増やしてるわけじゃないので、うん、確かにトレーニングデータの,の,しあの精度を上げてるだけなので うんなのでそうするとなんかもしかしたらなんかそういうサブスク的な形っていうよりもなんかネットフリックスとか動画配信サービスがやってきたいわゆる IP のなんかコンテンツライセンスみたいなんなんか契約になる可能性もあったりしてあなるほどで場合によってはなんかそれプラスもし UGC まあいわゆるレディットみたいな UGC プラットフォームであれば、なんか追加のなんかサブスク的な,なんかあの支払いをするとか、さっきも話したように、なんかそのどれだけなんか出現率に応じてなんか支払いをするとか、なんかちょっと多分まだ、なんか年間60ミリオンフィックスですっていうのは、多分まだこれ試、試し段階のこれ、契約だと思っているので。 うんなんか場合によっては、どちらか、どちらかが結構失敗したって思う可能性が高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。<laughs> やんなきゃよかったって。デ <laughs> <laughs> ビットデータ全然意味ないって Google グはグ思うかもしれないし <laughs>。<laughs> <laughs> あーもしかしたらレディットとしてはいやもっと本当は自分のコンテンツの価値が高かったので本当はもっと100ミリオンとか200ミリオンで売れたんじゃないかなって思ったりするかもしれないですよね。でもなんか確実的に言えるのはあのなんか古いデータはどんどん価値がなくなってると思うんですよ。でもちろんなんか一部のデータは価値があり続けるもの。 多いと思うんですけど、はい、そもそもデータの,あの生産されてるデータのボリュームがえげつないペースで増えあの上がってるのであの今一応これ2017年の数字ではあるので今多分もっと多いと思うんですけど人間って今えっと1日2500ペタバイト分のデータを出してる作ってるんですよ。 もう全然わかんないです。いや、わかんないですよ。<laughs> 1ペタバイトっていくらなんだっていうペ。ペタペタペタ、ペタ、ペタバイト。どうえ、ギガーの次ですかえ,えっと、ギガーの、ギガーの次、えっと、えっと、GB の次 TB ですよね。あ、そっか。テラバイトか。テラバイトありますよね。で、多分その次じゃないですか。多分ペタバイト。へー。それでもわかんないな。<laughs> すすすすごごごいい <laughs> い量量量ととににかかくくで,すで YouTube だけで1日2ペタバイトぐらいのデータを作ってるんじゃないかって言われていてでなんかほぼ毎年そのデータの生,生産量って上がってるんですよ実はいわゆる全データが同じ価値って考えもし考える考えた場合には、えっと、単純にボリュームが増えてるので。 そうするると1デ,ータ1データあたりの価値が下が下んで,すよでまあまだ実はその、まあ、2500ペタバイト分のデータが毎日生産されてますけど半分半分ぐらいはそもそも使われてないんですよ。うん。まあいわゆるそのなんかあの記録用のファイルとか。ああ<ー>。なんかそう,そういうまあ資料とかそういうものだったりして。でえっとその。 残りの半分のデータのほとんどが実はオープンインターネット上存在してないんですよ。ほ<う>あのいわゆるダ,ダークウェブで存在したりとか。そんなにあるんですね。すあの実はほ,ほんの少ししか我々見,見れてないんですけど。世の中って広いですね本当に。<laughs> 広いですよね。<laughs> まあ、なんで、えーまあ、いわゆるそのもうなんかま,ま,だまだまだトレーニングできるデータっていうのはまだまだあるのはありますと。 うんでただ今の段階でいきますとどのデータがじ実際に価値があってどれだけ払うべきかっていうのが多分まだ今のフェーズ、まあ、それを探ろうとしているフェーズです、ね、X はまだどことも適してないですか X はもう XAI の配下にあるのであ、はい、なるほど、ね、<laughs> あのあのど,どこにも行 <laughs> かないです <laughs> でもいいデータですよねめち,ゃめちゃくちゃいいデータですで特に このデータプラス、うん、テスラの,あの,あのリアル世界のデータって2つ独自データをイーロンは持ってるので、それはやっぱ強いですよね。えと、それはなんか <laughs> 独立してなんか <laughs> ずるいですよね <laughs>。いや、いいですね。それはうまいな やっぱりまあす,ごいすごいですよねそういう、そういう戦略をしっかり、まあ、ど,どこまで議論を考えてるか分かるんですけども、もおそらく考えてると思うので、このデータ、特になんかメ,メディアとかコンテンツのデータの価値がどれくらいあるかっていう議論って、昔からある議論だと思ってまして、なんかそれこそ、えー、数年前に結構メディア企業が買収されてたじゃないですか。他他のメディア企業がメディア企業を買収する。うん バズ,バズフィールドがコンプレックスネットワークを300ミリオンで2021年買収したりとかしてたりしてたじゃないですか。で、その前多分ハフィントンポストとか買収してましたよね。確かに。ベゾスもなんか買収してましたよね。そうですねあの。ワシントンポストを。<laughs> あそこワシントンポスト。買収してたり、えー、するんですけど、なんか、なんか当時は多分その、その価値って、あの、すごい、まあ、正しかったと思うんですよね。おお<ー>。あの、まあなんか、 当,当時のなんかメディアのコンテンツの価値って多分それぐらいあって、でまあ、だからこそコンプレックスが300ミリオンの価値,とし価値で買収されたりしてたと思うんですけど、まあ、直近、今年、えー、バズフィードは、まあ、全てではないですけど、コンプレックスのほとんどの資産を108ミリオンで売却してるんですよ。んなんで明らかに、えっと、今現在ですとコンプレックスの価値ってそこまでなくて、コンテンツとしての。 なんで、まあ、なんか全体的にそのコンテンツの価値がどれくらいあるかっていう、えー、ところが多分すごい、えーまあ、まだまだ計算されている段階、えー、でもあって、なんかまあ、特にその短期的あるいわゆる長期的な価値があるコンテンツが何でどう評価されるのかっていうところが多分すごい、えー、重要になってくるので、まあ、なんかそこの まあ、あとは、その新しいコンテンツを作れる母体がより評価されたりするようになるのかなっていうふうに思いましたね。なんですかね、それは。なんか、個人的に一つ、あの、これでアメリカ、日本だとわかんないですかアメリカで一つすごいいいことが起きる可能性があるかなと思っているのが、あの、大手の新聞社とかではなく、ローカル とか地方の新聞とかが、えー、価値がもうちょっとつくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん結構そのニューヨーク・タイムズとかその、まあ、大きいテレビ局とかでニュースを発表するときに実は裏方のソースって地方の新聞社とかだったりするんですよ。うんなんででもなんか場合によってはそこの,そのニューヨーク・タイムズとかそういうところと提携するのではなく あのその地方のところ直接提携してお金渡しちゃった方がいいかもしれないですし、なんかまあそ,そこもなんかどういうふうにそのコンテンツを、いわゆるニューヨーク・タイムズで出ることによって、そのコンテンツが価値が出てくるのかもしれないので、なんかそこの計算方法ってすごい難しいなっていうのは思うんですけど、場合によっては、もうちょっと直接そのあのこコンテンツを作る、本当に作るが。 人たちに対してお金を支払える可能性が出てくるっていう本当にダイレクトにって感じですねはいあとウィキウィキペディアもなんか評価されるべきだそのウィキペディアっていうのはもうウィキ関連コンテンツはやっぱりなんかアメリカだとフェイマスバースデーズみたいなそのタレントの誕生日とかそのあのー 概要ととかかかが分かるサイトとかありますけど日本だと本当に Wikipedia だけで、うん、韓国とかだとナムウィキっていうやつがあって<ー>本当にファンが作ってるんですけど<ー>なんか日本がやってる日本の Wikipedia よりもめちゃくちゃ濃くて何<ー>て呼ばれてるかどういう性格なのかちょっと面白い<ー>そ,のそれぞれのミームとか余談みたいなのとか入ってたりとかなんか。 ウィキペディアもすごい詳しいんですけど、うん、よりもっとなエピソードが入ってたりとかあと写真とかなんかいろんな素材が、うん、集まったウィキペディアというかファンが作るコンテンツリアルタイムで変化していくファンが作るコンテンツってもっと増えてさら、うん、に評価されるページになるのかなって気はします。なんか多分 前にですとそういうページって、まあ、多少ない広告とか寄付とかで成り立ってたと思うんですけど場合によってはこういう、はい、その AI にその、まあ、AI モデルに対してトレーニングデータを提供するっていう形でなんか追加のマネタイズっていうのが可能になるかもしれないですよね難しいのがその結構やっぱりプラットフォーム側が強くなるのでこれで、まあ、Google とかがあのお金をいろいろ出したりするのでなんかそれでなんか 特定のメディア企業には出して特定のメディア企業は出さないとか、うん、なんかそれによってあの場合によっては潰れてくるあのメディア企業とか出てくる可能性ってなくはないんですよ。いや本当にアルゴリズムファーストになっていくじゃないですか <laughs> どんどん。う 草野さん嫌<い>で, <laughs> です。辛い。嫌、です。もうなんていうか、グーグルアップルの、その、内密な関係、<laughs> なんていうか。 最近バズってましたよね、あの、なんか、昔、昔にあった画像ですけど、なんか、グーグル CEO のスンダーピチャイと、あの、アップル CEO のティム・クックが、なんか、あの、ごなん食べてる。確かに、ディナーしてる写真みたいな、盗撮されてました。いや、でも本当に別に、そんなお金払わなくても、グーグル使うよって、本当、好きだし、好きだし使うから、払わなくていいよって。いや、でも、そこはそこなんですよ、そこなんですよ、グーグルとしては、やっぱり。私、思います。 売り上,上を作りた,い、えー、たいから依存しないでくれよって、<laughs> 本当に、使うからって。<laughs> まあでもなんか、一つの恐れとしては、まあ、彼らのこれだけ力を持っているので、その,、うん、その彼らが提携するメディア企業とか、あのまあ、いわゆる提携しない先を、はい、まあいわゆる潰,す潰せちゃうんじゃないかと。勝者を決められる立ち 立ち位置にいるんじゃないか？っていうところで、なんかすごい音楽業界だとこれ起きていてニュースニュースとかそのメディア業界だと起きてないんですけど、音楽業界ってそのあのレーベル会社がもう全員まあ、ほぼ連携し合ってるじゃないですか？うん、レベル同士がってことですか？はい。 うんなので、いわゆるその1社のレーベル会社となんか提携するのではなくて3社全員となんか提携しないといけないみたいな雰囲気になってたりすると思うのでそこの裏方どうなってるか僕は正直分かんないですけどなんか場合によってはなんかメディア企業とかニュース企業が1個の連盟作ったりとかするのはなんかありななのかもしれないですよねそれによってどう うい,うあのいわゆるその一社とグーグルが提携するのではなく全員と提携しろとグーグル的にはメリットあるんですかメリットは、まあ、一応全員とグーグルはよりお金出さないといけないですとなのでグーグルにとってそこまでメリットはないんですけどいわゆるニュース企業がとしてはメリットがあるっていうところですね全員死なないっていうところなのでまあなんかそういうのが場合によってはどんどん出てくるかも えー知れない、えー、ですけどなんかまあこれからいろんな確かにその TAC2.0 の案件が出てくると思うんですよね。まあ、いわゆるいろんな独自データをお金を使ってあのいろんな AI モデルが買い取りに行くと、うんで。そうなるとなんかどんどんインターネット上のデータが多分と取られ始めるんですよね。 怖い怖い。これは Google のものだ。これは OpenA のものだ。これは Apple のものだ。これはなんか XAI のものだとか、いろいろ出てくるようになってくると思うんですけど、そうすると、なんか一つのそれに対しての対,対策案っていうか、なんか面白いなんか対策案が合成データで補,い補,いの補えないのかっていう。うん、はい。はい、そのメディア企業、メディアを収集しないで。 えっとまあ、いわゆるそのプ,ラあのプラットフォーム側としてはそのどんどん独自データを作りたいんですけど<ー>それをなんか今、お金を使っていろいろ買い取ってるんですけどどっからタイミングで足りなくなりますとそうなると自らもう合成データを合成しないといけない時代が来るんじゃないかなっていうところですね。うんもう本本当当ににメディアはもう困ですね本当に <laughs> 悲しい <laughs> <laughs> 団結しなくちゃですね本当に確かに連盟 <laughs> <laughs> でもなんかこの合成データを使ったなんか AI モデルのを作るとかっていうのってすごい面白い発想だなと思っていてあ、うん、あのまあ、そもそもできるのかっていうところがまずあるんですよねあのここはすごい議論ずっと議論されているポイントなんですけどなんか例えばですけど GPT5 を今オープンアイが作ってますけど GPT ブを GPT-4 がデザインできないのかとか、うん、なんか、いわゆるその人間がやってたそのフィードバックを出すっていうところを AI ができ,るできないじゃないかとか、モデル自体を合構成データを元にトレーニングさせられないのかっていうところが、なんか多分去年とか一昨年とかですと、なんかできないっていう話が結構いろんな人が言っていて、 はいまあ、いわゆる合成データ、特にその AI がアウトプットしたデータって、いわゆるすでにトレーニングされたデータなので、トレーニングされたデータをまたトレーニング,トレーニングしても意味ないんじゃないかみたいな話って結構あったんですけど、んなんか徐々になんかできるんじゃないかみたいな発言も増えてきていて、であのまあ、これはちょっと AI が生成したデータではないんですけど、OpenAI の,の,の空ってあるじゃないですか、はい、あの動画生成、えー、サービスですね。 あの空って 3D のバーチャル世界ををがなんかトレーニングデータの一部になったんじゃないかなって思われていてアンリアルエンジンとかで作ったなんかゲ,ゲーム世界のなんかバーチャル空間とかです、ね、をなんかいわゆるトレーニングデータとして出したんじゃないかっていう、ね、話があるんですけどそれはもう合成データなのでもし合成データを使えるようであれば それっていわゆる無限の,そのデータアウトプットになるので合成データでどんどん AI が作ればいい話になってくるのでうんなんでなんかそれをそれでなんか場合によってはそのメディア企業にお金一切出さなくていいようになるんじゃないかとかいろいろそこら辺のなんか課題も出てくる, <laughs> くると思うんですけどちょっと悲しくなっちゃいました <laughs> す、ね、メディアが好きな。<laughs> 人間としては <laughs> まあでもなんか1は出さないといけないと思うんですよ。あのいわゆるその、うん、あとはその,あの信,信頼できるデータとか,なんかいわゆるそのニ,ュースニュースに関連するデータとかっていうのは、うん、AI が合成できるわけではないので。うん、ああのなんでまあでもなんか Google ディープマインドも最近その最近あの論文で出したなんか AI システムは、えっと、合成トレーニングデータを使って。 えー、いるモデルとか出なんでなんかどんどんこの領域が可能,可能性が高まっているのかなってい、えー、思いますと。でまあなんかその中でなんかそのまあこういう AI 検索エンジンとかが出てきたときに。 なんかメディア企業はどう影響を受けるのか、まあ、さ,さっきもすでにまあ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 影響されるっていう話をしてたと思うんですけど <laughs> もう散々ですよも,う <laughs> <laughs> でもあれっていわゆるその追加の売り上げの話じゃないですかなんで、うん、まあ見た目によってはポジティブな話なんで、うん、でもなんか同時になんかあのちょっとネガまあ。 あの全体的にネガティブな話だったと思うんですけどデータもう終わったら私か作らないといけないんで <laughs>、はい、淡々と進んでいきましたさっき <laughs> <laughs> あのあのちょっとまあ追加のネガ,ネガティブ情報としてするとあの,あのガートナーっていうあのリサーチ企業があるんですけど、はい、あそこがなんか最近あの、まあ、ちょっとネ,ネット上でも話題になってましたけどなんかあのちょっと面白い予想をして出していて 2026年までにはトラディショナルなその検索エンジンボリューム、はいまあ、いわゆる検索ボリュームが25%下がるんじゃないかと。はい、でそれはいわゆる Google 検索とか Yahoo <ー>検索とか、まあ、いわゆる一般的に今思われている検索エンジンですね。でそ,れをすそこがシェアが下がる理由、まあ、いわゆる25%トラフィックが下がる理由は、やっぱり AI チャットボットとかバーチャルエージェントが出て、うん 来ることによってそこでシェアを取られるんじゃないかっていう話をしているんですよでなんかここの実際ガートナーの人たちのあの話をあのなんかインタビューしてる記事とかなんかそういうのを読むとわかるんですけどなんか25%っていうのはあ正直ある程度適当な数字なんですよ <え> <laughs> なん,か,なんか,か、科学的になんかそ,その数字を出したわけではな,なくて、雰囲気的にそのぐらいだろうっていう <laughs> 考えだ,だったらしいんです <laughs> そ,んなそんな感じなんですか <laughs> そ,れそれで割とあの話,題なんか話題になったのは、それ,ぞれなんかおかしい気がするんですけど、あのまあ、ただ、えっとその検索、検索ボリュームが下がる可能性は、えっと、大いにあると思っていて、 でまあ、それが25%なのか50、50%なのか10、10%なのか分かんないですけど、一応、ガートナーの人たちは一時期25%以上の数字を考えてたらしいので、あのあの場合によってはもっと高いかもしれないですけど、あのただ、やっぱり多くのメディア企業、まあ、特にニュース企業、えー、ニュースメディアにとって、検索エンジンからの,あの検索流入、ボリュームって結構高いですよね。これも多分前のポ 過去のポッドキャストでも話したことあるんですけど、あのもう今はなくなってしまいましたけど、バズフィ,ズフィードニュースは31%のトラフィックが、えっと、オーガニックの検索から来てましたと。ええー、バズフィードニュースを見に。はいお<ー>で。ニューヨーク・タイムズでさえ32%なんですよ。お<ー>で、ウォール・シテイトジャーナルとかも25%に対するので、で、えっとまあ、あるあのパースリーっていうあのメディア ニュースメディアの,あのアナリティクスツールがあるんですけど、そこ,をそこが、まあ、いわゆる2500社ぐらいのメディア、えー、ブランドを、えー、と見てるんですけど、その中でやっぱり平均的に29%ぐらいのトラフィックが検索から来ていて、なんでそれが結構落ちる可能性があるんですよね。で、それが落ちると何が起きるかというと、あのまず広告売上げが落ちますと。うん、当然流れですけど、はい、トラフィックが落ちるので。で、同時に、 あの一部の、まあ、彼らの,あのメディア企業の売り上げってその広告だけではなくてコマースだったりアフィリエイト売り上げあったりするじゃないですか、うん、それも下がるんですよ、まあ、いわゆるトラフィックが下がるのであ<ー>となると結構マネタイズに影響が受けますと、はい、でもちろん,なんか一部はなんかこういうオープンアイトを提携したりしてあ,のある程度補えるかもしれないですけどそれだけでは足りない かもしれなないのでなんか場合によってはより多くのメディア企業がサブスクに移るんじゃないかなと思っていてうわーどうしますその10年後ニューヨーク・タイムズがもうクロスワードのパ,パズルしか出さないサービスになってたら <laughs> どうします <laughs> サブスクでワードあそういう時代になったんだなっていうのは <laughs> やっぱあのゲーム,ゲームはやんワードだけが残るみたいな あれはいい買収だったなっていう。<laughs> そして生き残ったのはマーだ,だけ <laughs>。<laughs> それも面白いですけど <laughs>。それそれも面白いですよね。えー、でも、確かに、ね。いや、でも、サブスク、うん、サブスクでなんか、その、広告のマネタイズと大きく違うと思うんですけど、なんか、その、大きく違うのが、売ってるプロダクトが違うと思うんですよ。なんか広告は、えっと、記事を売ってますと。はい。 まあニューヨーク・タイムズの、ニューヨーク・タイムズはそ,んそこ、あ,ある程度広告売り上げがあるんですけど、例えば CNN とかですと、ベース広告売り上げで成り立っているので、この CNN のこの記事がめちゃくちゃ面白いえから皆さんトラフィックを、いわゆる皆さん行ってトラフィックが増えて、そこで広告売り上げが上がりますと。そういう構図になっているので、ベースとしていい記事を出すっていう、い,いい記事というかトラフィックがえっと入り込むようなえっと記事を出す。 うん、っていうのが、えっと、基盤としてありますと。で、えっと、サブスクになると一つの記事じゃないんですよね。で過去データでもないんですよ。サブスクの,あの根本的な商品っていうのは未来を売ってるんですよ。<ー>今後もいいコンテンツを作り続けますっていう約束をしてるんですよ。なるほどそんなに方ったし<そ>かなそ,それを売ってるんですよね。うーんで まあだからこそ Google は Redit に60ミリを支払っていると思うんですよね。そ,そこの、いわゆるいいものを、まあ、いわゆるユーザーが作り続けるコンテンツが重要だからこそ、それに対してお金払っていると思うんですよ。うんまあだからサブスクが成り立っていると思っていて。でまあ、特にその新しいものを作る、いわゆる未来のものに対してお金払っているのは、すごい AI の,あの,その AI トレーニング、まあ、t c 2 0 の、えっと、理論とすごいいフィットしていてでなぜかというと AI モデルってそのリアルタイム情報の,あのアップデートって結構しづらいんですよ。これは OpenAI、ChatGPT も昔からすごいクレーム入ってましたけどなんかある一定の日付までしかトレーニングされ,されてなかったりし,してたので昔は。うんなので最新の情報を全然出してくれないみたいな。 なんかそういういろいろ話があったと思うんですけど、まあだからこそツイッターのデータとかがすごい価値があったりするわけじゃないですか、そのリアルタイム性があるのと。うん、はい。なんで、やっぱりなんかそこもありますし、あとやっぱりそのより多くの AI アウトプットが増える、増えるとあの、新しい情報で、なおかつ他の AI チャットボットが作ってないもの、 いわゆる人間が作ったり、まあ、いわゆるその特定の,あの組織が作った、いわゆるまあ信頼できるソース元からの多分、データの価値が上がると思うんですよ。んなんで、そういうところがどんどん評価されていくと、えー、思いますと。他のチャットボットが作ってないもの、はいまあ、いわゆる人間が作ってるものとかですよね。でも、なんか若干、まあ、そういう予想、まあ、僕はそういう予想してるんですけど、よりサブスクに。 あのよるっていうところをうん、うん、ただ、今のメディア業界見ると逆なんですよ。あのメディアから離れてるんです<え>あ、えっと。サブスクから離れてるんですよ。えーあの。なんか数年前から、まあ、なんか5年、5年7年ぐらい前からなんかサブスクに寄せるメディアって増えた,増えたじゃないですか。はいそ。特にニューヨーク・タイムズとか。特にニューヨーク・タイムズはもう本当に代表例だと。 えー、思うんですけどなんか最近ですと、まあ、ここ今年去年と一昨年し去年と今年を見ますと結構サブスクやめたりサブスクのモデルをちょっと変えたりしてるメディア企業が増えていてうん例えばですけどテッククランチって TC++ ってあったんですけどあ,あ,す、ね、あれシャットダウンしましたよねあれどシャットダウンしたらどうなるんですかあれは普通に全部無料なの記事に多分過去のものもは えっと、わかんないですね。どう、どうするかは全くわかんないですね。えー、なんか一部記事が、とく見れるみたいな。そうですね。なんか有料コンテンツみたいなものが、うん、えっと、サブスクで提供してたんですけど、それがシャットダウンしますし、えー、ワシントン・ポストも、あ,<ら>あの、なんかダイあの、サブスクの価格をダイナミックプライシングになんか変えるっていう話をしてますし、 あのその日によってってことか、その記事によって。記事によってかもしれないですけど、そんな変動してくんだ。<laughs> んか変動してどこまで影響があるのかちょっと分かんないですけど、えーねあの、それこそタイムとかはデジタルのペイウォールをあのあのなくしましたし、完全に広告型に変えましたしあの、クォーツもペイウォール下げて、なんかメンバーシップモデルに変えたりとか。う なんかアトランティックもあの全部の記事をペイオールするのではなくて一部ペイオールしたりとか一部ペイオールしなかったりとか。なるほど、なんであのガネットも確かそうですね、あのペイオールを多分、えー、の記事を減らして結構広告売上げをブーストしようとしてたり。えー、それこそサブスタックってもうあのずっと広告売上げを、広告を出さない出さないってずっと言ってたんですけど、あのついになんかそういう。あの クリエイター広告の主を探せるようなあの機能を検証し始めたりしてたのでんなんで若干なんか僕の予想からなんか全然なんか違う方向に方向性に皆さん行ってるんですけど <laughs> <laughs> なんでなんですかねなんか一つの大きな理由はなんかそのサブスクっていうビジネスモデル、まあ、いわゆるんか多くのメディア企業はなんか自分<え>自分 のコンテンツにフィットするビジネスモデルを探している探していたりするんですけど根本としてそこそこが課題ではない気がしていてうーんあの多くのメディア企業はビジ,ビジネスモデルがフィットフィットしてないっていう話ではなくてそもそも PMF してるしてないっていう話に戻らないといけないのかなと思うんですよねめちゃくちゃ根本の話ですね <laughs> そうですね <laughs> <laughs> えそうなんですか だと思いまでこれは、まあえー、特にこの AI, AI 時代の中でよりこれが明確になってくると思うんですけどなんかインターネットによってなんか情報の価値がもう完全に変わったじゃないですかでなんか両極端に分かれたと思うんですよ希少性のある情報はめちゃくちゃ価値が上がったんですよねでも希少性のないコモディティ化され,された情報ってあのほぼゼロに近い価値になってしまったんですよね 今までのインターネット前の世界ですといわゆる同じものを書いたとしても地域別にディストリビューションが分かれてたのでコミュニティ化してないように見えたんですよでもそれが一気に誰でもインターネット全員にばらまけるようになってしまったからこそディストリビューションの独占がメディア企業ができないからこそ情報がコミュニティ化されたものが本当に価値がなくなるっていうまあなんか いわゆる情報の価値が明確に、まあ、より明確になってきたっていうところですね。本当に価値、かまあ、いわゆるコミュニティ化されたものがなくなって、希少性があるものが価値が高まってますと。なので、メディア企業として、その、まずその、どのビジネスモデルに移るか移らないかっていう話の以前に、自分たちに聞かないといけないものは、そもそも自分たちのコンテンツがコミュニティ化されてるのか、 も希少性う,うん。で、コミュニティ化されてたら、おそらくサブスクには向いてませんと。うん、まあそうですね。なんか、ペイウォールあって、わーってなったら別の単語で調べて、はい、無料の別の記事見ちゃうみたいな。<laughs> いやでもそれが、それがまさに、あのそのコミュニティ化してるかどうかの検証ポイントなんですよ。自 <laughs> 自分自分ののメディア、まあ もしメディア企業を運営してる人であれば、えっと、自分の、えっと、一番人気な記事のタイトルを Google 検索して、それでどれだけ似たような記事を他の他の他社が出してるかっていうのを見るんですうんで、そこがいっぱいあればコモディティ化してますとうんあの。あまりなければ希少性のあるコンテンツかもしれないですと。いやー、そうですね。な、うんまあ、なかなかあの あの怖いことを言った気がするんですけど <laughs> 思った以上に多分あのまあオフトピックも含めてですけどあのあのコンテンツでコモディ化されるのでなのであのやっぱりなんかそのサブスクの,その提供してるプロダクトってその未来の,あのコンテンツっていう話をあのいいコンテンツっていうのを話したと思うんですけど、まあ、ちょっと言い換えると未来の希少性のあるコンテンツを提供してるっていうところだと思うのでう なのであの、コミュニティ化されているコンテンツに関しては、どんどんコミュニティ化されるので、この AI 時代の中ですと。うんなのであの、そこに対してお金をその出すかって言われると、出さない可能性がどんどん高まります。うんなので、TAC1.0、まあ、2.0以前に、そもそもコンテンツの質を考えないと、あの そうそう何もやらなくてもメディア企業がどんどんなくなる可能性が高,高,ま高まると思います。悲しい <laughs> 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 とはいえでもなんかその,そのみんなが話してるニュースの話も必要じゃないですか。そ,うですね、それはなんかあそのいいインサイトと速即時性とあとネームバリューのあるメディア。 がやっっぱ買っていくんですかねううだと思います、まあ、だからこそニューヨーク・タイムズはサブスクで成り立っているのはそういう理由だと思います別に彼らが話してるニュース自体はまあ場合によっては彼らが最初に出し,出してる場合もありますけど多くは別に彼らが出しなんかは最初に出しているわけではないのでただ彼らのインサイトとか彼らの、まあ、いわゆる信頼、えー、が欲しいからお金を出しているっていうところだと思うんですよねその希少性を どう他のメディアが再現するのかっていう。なんで、まあなんか、まあ、ちょっと暗い話は一旦置いて。<laughs> <laughs> <laughs> あの、まあなんか、結局、一つ個人的にそのメディア企業にとって大きなチャンスがあるところでいきますと、あの、今までですと、やっぱり、どうしてもその検索ありきのサイトを作ってたと思うんですよ、全員が。 ニュースのサイトがニュース企業がはい、まあ、いわゆる記事とかも SEO にヒットするような感じにしたりとかして,、はい、してたと思うんですけどそれが今後より重要度が低く,な低くなる可能性があるじゃないですかいわゆる AI 検索エンジンみたいなものがどんどん、えー、増えたりするした場合に、はい、そうするとそもそもその記事の体験とかをなんかもっと変えられるんじゃないかなっていうふうに思っていて 最近ですと、何社か、まあ、直近ですと、あのこの収録しているあの直近ですと、フィナンシャルタイムズがなんかチャットボットを出したりとか、<ー>で、でなんかそれで、なんか,か過去記事にをベースになんかあの、なんかユーザーが質問できたりとか、えー、するものとか出てきていて、まあ、個人的にこれが、これが正しいとは思わないんですけど、まあなんかこういうふうに新しく検証し,し始めてる、えーまあ、プレイヤーいますと、で、なんかこのメディア企業ですと、 ベースとしてなんか3つのレイヤーがあると思っていて、1つはまあいいあの、いいコンテンツを作らないといけないですと、まあ、制作ですよね、はい、制作プロセスがありますと、うん、でまあ基本的にいい,い,いものをつく作るのがベースとしてありますと、で2つ目は、それをユーザーが見つけないといけないですと。 まあ基本的にはその,そのメディア企業のサイトに行って、そこのなんかフィードとか,なんか、まあ、いわゆる一覧の中で見つけると。で、最後にその,その記事をクリックして読み,読みますと。まあ、いわゆる読書体験がありますと。で、この3つのそれぞれのレイヤーに、あのもちろん AI って加わ,加わると思っているので、なんか多分最初の2つはなんとなくわかりやすいと思うんですよね。例えば制作の中ですと、なんかそのリサーチを AI が手伝ってくれたり、 あまあ最近ですと、はい、Google がいわゆるニュース企業向けにあのあの AI 生成技術のツールを出してるんですけど、まあ、そ,のそのツールを使って、記事をの最初のドラフトを作ってくれたりするんですよ、ね。うんなんかまあそ,ういうそういうツールって、多分どんどん出ていきますと。で、2つ目はなんかフィードみたいなものですと、なんか今ですと、基本的になんか時系列順に置いてあったりすると思うんですけど、多くのニュース,ュース、えー、メディアのサイトですと。なんかそれを まあ、もっと場合、まあ、によってキュレーションされたりするんですけどもっとなんか AI を使ってなんか、まあ、いわゆる TikTok 風な場合、うん、によってちょっとシャットダウンしちゃいましたけど、うん、アーティファクト風なフィードになったりとか、えー、するのがまあより一般的になると思うんですよね。うん、で個人的に、まあ、その2つはなんか分かりやすいのでなんか詳細話してもあれかなと思うんですけどなんか3つ目の読書体験をなんかもっと変えられるのかなと思っていて。うん なん,かまあ、なんかすごい分かりやすい事例です,ですと、それこそアーティファクトもやってたと思うんですけど、あのなんか記事のサマリーを AI で生成するケースってあるじゃないですか。はい、それこそあのえー、とってあのブラウザーの会社とかもなんか出してた機能で、うん、あのなんかページをつまむと、なんかモバイルのページをつまむと、サマリーを出してくれる、はい、みたいなあの機能があったと思うんですけど。なんか それ,がそれはなんか序盤でしかないと思っていてんなんかサマリーサマリーだけではなくてなんかもう長さとか全部調整できるうんなんでなんかめちゃくちゃ深掘りし,したければそのページでどんどんあの AI がどんどんそこに関連する情報を出してくれたりへえ とか場合によってなん,かなんかめちゃくちゃ長い記事なんですけどなんかちょっと3分しかないんだってなるとそそれなんか3分しかないってなんか表示かなんかあの入れるとそれに合わせて合わせたなんかボリュームにしてくれたりうーんなんか短すぎずサマリーではないけどなんかエッセイではないみたいななんかそ,そのぐらいのなんか規模感に抑えてくれたりとか場合によっては動画に変えてくれたりスライドショーに変えてくれたり自分がなんか。 あのそのど,どのようなインプットの仕方にもできるような感じになるんじゃないかなっていうふうには思いますね。確かにでもなんか音声とかだと特になんかあの思いますねなんかん。例えばニュース系のやつとかもなんか15分のやつでもなんか5分3分ずつに。 ちょっとずつ教えてほしいみたいなパターンとかは、ニュースとかだとあったりするので、それで聞けたら便利だなとか、アーティファクトとかもなんかいろんな,なんかカスタマイズあったじゃないですか、そのサマリー読むのもなんか絵文字多めでとか、あとなんか音声で読むのもなんかスヌープドックの声にしてほしいとか、なんかいろいろカスタマイズができて、なんかそれをなんか 体験が違う変わっったたなって感じししまやっぱりもっとそういう自分なりになんかパスナイスしたりとか調整ができるような,なんかサイトっていうのがどんどん出てくるかなと思うのでなんかバイネットは例えばなんかあるニュースサイトに行きますとでそこでなんか自分がまず気になる記事をとりあえずなんかチェックだけ入れて。 あとあと、うんうん、なんか自分が好きなようなフォーマット、それがニュースレターかもしれないですし、なんかダイジェストかもしなんか動画ダイジェストかもしれないですけど、それが後で送られてくるとか、うんなんかそういう、そういうなんか、UI かもしれないですけど、何かしらなんか、もっとその、読者体験自体が変わってくるような、なんか体験っていうのがもっと出てくるのかなっていうふうに思いましたね。ライターの方はどうしたらいいんだろう、<laughs> 編集者の方は。 なんでベースのものだけライターが関わっているっていう感じになると思うので、だから例えばめちゃくちゃ深掘りした場合は、なんか他のソースからも引っ張るので、場合によってはなんか他のライターとかの名前が出てきたりとかするかもしれないですし、なんかそこら辺はちょっと正直僕もまだ全然考え抜いてはない気がするんですけど、もっとダイナミックになんか自分が読みたいような感じでものを読めるような、 うん体験をメディア企業がなんか提供できるようにな,なるんじゃないかなと思っていてでそれは SEO にそこまでこだわらなくていいようになるからっていうところだと思うんですよね。宮武さんはすごいいっぱいじゅ情報収集してるじゃないですか、はい、それの中でどう体験できたら理想に近づけるなとかありますかなんかでもやっぱりなんどんどん深掘りたい深掘りたかったりする するので、うん、なんかそこはなんか別のページに毎回行くのがめんどくさかったりなんかこのこの記事のカウンターポイントをちょっと,だちょっとなんか書いてる人いないかなっていうのを見たかったり<ー>なんかやっぱりこういうたと例えば今回ですとこの TAC2.0 っていうアイディアってなんか他の茶増さん以外に何か言ってる人っていないのかって調べたりしてるんですよ。 うんでその人がどういうふうな意見を持ってい,いてとかっていうのを見た,見たかったりするんですけどそれがなんかあまり出てこなかったので,なんでなんか自分なりになんか違う方法で調べたりしてたんですけどうんなんかそういう形でなんか個人的には深掘り,なんかよ,りより知りたいニュースを、まあ、なんか知れるようになるっていうことはなんか見たいなっていうのは思いますね。んまあ、なんでで今日はここで多分一回 終わりにしたいと思うんですけどどういうふうになんか検索がこ変わってくるのかっていうところとあとはまあどういうふうにそ,のあのそれに対してまあ企業が対応していくのかっていうのってすごい重要になってきていると思っていてでなぜかというとまあ冒頭で話したようにもうインターネットの根本があの検索ベースのものなのでそこを変えるってなると大きくインターネットのあり方が変わる可能性が、うん ありますしなんかこれがなんか AI の時代の中でどう変化するのかどういうふうなその AI 検索け結果が出るのかとかどういうふうにそれをまね体するのか、えー、っていうところがすごいなんかまだまだ議論されてされないといけないポイントだと思っていて、うん、あのなんかその中で多くの人たちがやっぱり Google はこれだけ強い会社ではあるのでなんかこの AI 時代の中でもなんか勝てるんじゃないか えって思う人が多かったりするんですけどあのただまあこれは若干来週のプレビューになってくると思うんですけど課題はありますとうんで特にやっぱりイノベーターのジレンマの課題をこの,この領域に関しては抱えてるので Google は、えー、あのやっぱりディストリビューションのアドバンテージはめちゃくちゃ持っていたりまあ あのディープマインドとか人材をめちゃくちゃ持ってたり、えー、データ量も大量に持ってるんですけどあのでまあ Google の、まあ、いわゆるカバーしてるアナリストとかあのによってはなんか広告売上もそこまで影響されないんじゃないかっていう人もいるんですよ、まあ、いわゆるなんか AIGoogle、まあ、も AI 検索 検索エンジン試しているので、そこで表示されるあの広告の数とあの普通の広告の、普通の検索の広告の数はそこまで変わらなかったりするので、うん、あのなんで、まあ、大丈夫なんじゃないかと、えーうん、いう人たちもいるんですけど、はい、個人的には Google はかなり苦戦すると思ってます。でこれはもう,う Google の根本,根本の問題が大きく2つあるので。えー、でこれが、まあ ちょっと来週話していきたいところなんですけど、この Google の、はいまあ0 b l u e l リンクモデル、まあ、いわゆる10個の,の URL をあの検索結果で表示するモデル VSAI の検索エンジンの,あ,のあ,りあり方っていうのが、えー、圧倒的に違いがあって、うんそ,こそこに対して Google がどう対応するのかっていう話を来週できたらなと思います。なるほど はい。じゃあ、そんな感じで、今回も聞いていただき、ありがとうございました。えっと、気になった方は、オフトピック JP のフォロー X などでお願いします。また、えっと、YouTube や Spotify でビデオ、ポッドキャストもやっているので、そちらもチェックしてみてください。そしてメンバーシッププログラム、オフトピッククラブもノートでやっているので、概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。